はい、皆さんこんにちは、写真の塚さんです。今日はですね、ブラックマジックが無料で配布している、映像処理ソフト、アタヘッツみたいなことができる、ソフトです、名前はフュージョンのバージョン8ですね、これを使ってタイトルを作ってみたいと思います。私自身先週までこのフュージョン全然使えないでいた身分なので、マルキー使えない人でも使えるチュートリアルになってると思います。真似してやってみてください。さて、一番最初にこのソフトを立ち上げるとですね、こういう画面になります。まあ、画面の説明はしません。もういきなり作り始めたいと思います。まずこの瓶という出ないんですね。あの左から 1,2,3,4,5 番目、このこれをクリックします。そうするとですね、フュージョンの中にある、フォルダーがこのように出てきます。その中のテンプレート、これをクリックして、そしてテキストプラスというフォルダをクリックします。その中にですね、9つほどもうすでにテンプレートが出来上がっています。その中の一番軽そうなテンプレート、シャインオンを、使ってタイトルを作ってみたいと思います。まずクリックします。何も変わりません、変わりません。まず画面を縮小してください。そうするとですね、先ほどの本体の中に、ノードができています。このノードを使って、作っていくのですけれど、このノードの見方だとちょっと見づらいですね。右クリックして、下から 1,2,3,4,5,6、 これ何ですかね、ホーソールタイルピクチャーズ、こうチェックしてください。そうするとタイルのようになります。そしてですね、見やすくなりますね失礼。ですね、そしてですね、これを映像として見るためには、こちらか左か右のウィンドウにドラッグ&ドロップするか、この下に黒丸ありますよね。この左レフト右ライト、左レフト右ライトですので、左レフトをクリックする。そうするとここで表示されます。まずプレイをしてみましょう。シャイオミーですね、出ました。出ましたけどその後何も出ません。これのタイムラインはここにあるんですけど、これだとよくわかりませんので、このタイムラインをクリックしてください。見てわかりますように、1000フレームほどあります。その中でも使われているのは120前後なんですよね。ですので、これここだけを抜きたいので、125フレームを使いましょう。下に125と打って、こちらも125って打ってください。でプレイしてみます。どうでしょう、シャインオンミー、シャインオンミーみたいな感じで繰り返されます。一回止めます。そしてですね、まあ、この文字を変換するためにはこちらにあるダイアログを使うのですけど、まず文字を変えましょう。ここでですね、つかさんです TV と打つと、もうすでにここで変換しています。プレイしてみましょう。ちゃんと変換されてますね。もうこれで出来上がりです。どうですか、めっちゃ簡単でしょ。簡単なんですけど、これだと、タイトルバックには寂しいので、バック
ここはチェック柄は無色透明なので文字じゃ出ません、映像の上に置く分にはいいんですけど、これだけだとちょっと寂しいので、ここに光物を置きたいと思います。そのためには瓶からバックグラウンド、こうですね、15個ぐらい出てきています。一番簡単そうなやつを選びます。ダブルクリックします。何も変わりません。この画面を縮小します。ここも何も変わってます。あ、変わってますね。ここにいっぱい入ってます。これだと分かりづらいので前に戻して、そうするとノードが2つ出てます。こちらがバックグラウンドのノードです。そしてこちらバックグラウンドノード、まず右の丸を写して、ここにバックグラウンドがついたことが分かります。プレイしてみましょう。同じタイミングで動くようになってます。そしてですね、このマジというノードがあるんですけど、これはですね、結局重なりです。合成するためにあるノードです。そしてちょっと大きくしてみましょう。わかりますかね。 BG が黄色、 FG 緑となっています。ということは BG はこっちですから、バックグラウンドは黄色につけるべきですね。で、フロントグラウンドは緑につなぐっていうことになってます。しかしながらですね、このつながりは逆になってるので、一回手を外します。外しました。で、黄色がバックグラウンド、これがバックグラウンドなので黄色につなぎます。そしてこちらをフロントにつなぎます。あれ、つながんない。つなぎます。つなぎましたね。そしてですね、このつないだやつを右チェックして、あ、つきましたね。そしてプレイしてみます。できました。もうこれで終わりです。はい、ふざけるなっていう感じですけど、これはこれで終わりなんですよ。まあ、いろいろ変えたい方はこの辺で遊んでみてください。まあ、今日は簡単にできることをやっています。しかしながらですね、これを今度ファイルとして書き出すときはもう一つノードが必要になります。そのノードを出すためにはこれセーバーをクリックします。そうするとですね、どこにそのファイルを置くか指定しなければいけません。今回デスクトップにつかさんです TV というファイルを置きます。そこでですね、そのファイル形式なんですけど、これ映像なのでクイックタイムムービーにしたいと思います。で、一応セーブします。そしたらですね、こちらダイアログに出てきます。フォーマットは30-30になってます。24とか60でもいいと思いますね。H264、ここでいろいろ選ぶこともできます。アニメーション、ビデオグラフィック、いろいろありますですね。とりあえず H264 です。そしてですね、ここが一応ここでクリックするとこんな風にできる映像が出ての写真が出てきます。こうなったらレンダーします。レンダーはこの緑のレンダーをクリックするとレンダーセッティングというダイアログが出てきますので、この中のスタートレンダークリックします。
そうするともうすでにレンダーが始まりました。レンダリングですね。ただこのコンピューター旧式ですのですごく遅いです。待っている間に、この辺をちょっとだけ説明したいと思います。ここら辺に上がっているのは全部ショートカットです。この LD っていうのはローダーですね。例えば写真、映像、音楽、まあいろいろローディングします。そしてこれがセーバー、そしてこれはバックグラウンド。バックグラウンドっていうことなのでこれですね。ただこの場合自分で作らないといけません。その次にファーストノイズ。ファーストノイズってわかりますかね。例えば雲の模様なんかを作りたいときにノイズで、まあ雲らしく作るっていう形になります。その次はテキスト。テキストはこちらなんですけど、これも最初の文字入れから作ることになります。テンプレートではありません。でこの3って書いてあるやつはみんな 3D ですね。この辺で 3D の得意な方はこれを使ってみられると普通に 3D のソフトのように使うことができます。でこの辺はちょっとねあれでしょうから、レンダーとか、まあ、エミュレーターとかですね。でここら辺はブラーとかいろいろカラー的なもの、いろいろエフェクトがあります。まあこれも一つ一つ使ってみたいと思います。まあ、こんな感じでしょうか。まだ半分終わってないですね。さて、まあ、この辺も、いろいろあるんですけど、タイムラインの他にですね、文字でいろいろ、教えてくれてます。うまくいったとかいかないとかも出ます。まあ、その辺ちょっと英語わかる人じゃないと難しいかもしれません。まあ、自分でこういうものを作るときにはアニメーションをしないといけないのでちょっとやり方難しいです。またそれを次にやりたいと思います。まあでも一つ覚えれば簡単にできていくんだとは思いますけど、要はこの濃度の重なりとかそれがちょっと結構目処難しいですね。慣れるまでそれができるようになったらもう本当に最高に楽しいソフトではないかと思います。そうですね、まあ、ここから先はちょっと、映像をスピードアップして早回しにします。で終わったらまた説明しますので、一旦お休みです。終わりましたので、ちょっと出来上がりを見てみたいと思います。どうでしょう、こんな感じになってます。目がチラチラしますね。まあ一応形になりました。あっという間の出来上がり。まあレンダリングに時間はかかりますけど、作ること自体は簡単ですね。一度試してみてください。ちょっと他のことも説明してみましょうかね。ですね、そうですね、一回新しいやつを作ります。でですね、最初にやりましたテンプレートの、テキストですね。テキストで他のをやってみましょうかね。この辺結構時間かかりそうな感じのやつ出ました。なんかおかしいですよねここ、これはですね、ここでこうやってみるんですけど、いっぱいもうノード作られています。もうこれ分かりづらいですね。だから右クリックしてここをクリック。
そうすると大体何がどうなってるのかっていうぐらいは分かりそうな気がします。まずテキストで左に置いてみるとこんな感じになってますね。それなのでちょっと試して書いてみましょうかね。そして走らせてみますかね。プレース動かないか。ですね、そうですね、ここで見ないとダメでしょうね。あ、こうカメラとかそういう類のものになってます。例えばですね、これをこれはもう 3D で、パーティクルがどういう状態かっていうのが分かるんですけど、この辺は 3D に強い人じゃないとちょっと難しいですね。これはカメラじゃなくて、映写機とカメラ、すごいですよね。映写機で投影してカメラで撮る、そういう感じになってます。それをマージで、重ね、最後レンダリング 3D でレンダリングするということになってます。レンダリングされたものを右で見てみると、走らせてみます。元に戻して、パーティクルですよね。ちょっとフィットしてみましょう。かなり重たいです。まだ30フレーム。一度走らせるとレンダリングするので、あとはもう何回も繰り返しで見ることはできると思います。しばらく待ってみますかね。お、出ましたね。社人塚さんです TV。 これも多分フレーム数はそんなに多くないはず。ですね、タイムライン見てみましょう。実際に動いてるのはこの辺までなんですよね。ですのでこれも、ストップして何フレームですか。350ぐらいにしときますかね。350ということで、これを350フレームにしてで動かしてみましょう。で小さくしてしまいましたね。どこなんだろう。ここか。200フレームぐらいでいいですね。間違えた、止めてみよう。
120ですね。すいません、120。星のパーティクルでした。何のパーティクルだったっけ。レンダリングされるとこんな感じで動きます。星が集まって文字ができるレンダリング、かっこいいですね。 OK でしょうか。まあこんな感じでいろいろ遊べます。これを戻してみると、だいたい何がどんな感じでやるかここで見ることができますので、これを参考にされれば 3D に強い方なんかはすごいですね。カメラも移動したりするんですね。持ってるな。ああ、じゃないと 3D 的には見えないんですね。わかりました。見ながら勉強しております。これで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。